どうも、超筋肉です。2024年10月7日17時にですね、ナナシインクの公式 X より評価ございまして、10月28日をもって、日の熊蘭さんがナナシインクを卒業し、独立するとのことです。早速公式文書の方を読んでいこうと思います。日の熊蘭独立に関するお知らせ、日頃よりナナシインクを応援いただき、誠にありがとうございます。弊社所属タレント日の熊蘭につきまして、2024年10月28日をもって、ナナシインクを卒業し、独立することをご報告いたします。本人より卒業及び独立の申し出を受け、協議を重ねてまいりましたが、本人の意向を尊重し、双方合意の上決定いたしました。日の熊蘭に関する YouTube や X かっこ旧 Twitter 等の各種アカウントにつきましては、独立後本人が運用していきますので、引き続き温かい応援を賜れますと幸いです。改めまして、これまでナナシインクの日の熊蘭を応援いただきましたこと、心より感謝申し上げます。今後とも日の熊蘭及びナナシインク所属タレントへのご支援ご声援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。なお、本件に関しまして、弊社所属タレントへの問い合わせはお控えくださいますようお願い申し上げますとのことです。前日に大事なお知らせという枠を取っていたので、なんとなく察しはついていたんですけども、独立するというね、報告だったみたいですね。同日18時からですね、日の熊蘭さんがお知らせの配信を取っていたので、そこで話してた内容についても、簡単にまとめていこうかなと思います。でも今回独立する理由につきましてはですね、配信冒頭に音楽性の違いというふうには言ってたんですけども、話を聞いてみるとですね、やりたいことが増えたということが一番の独立の理由なのかなと思います。僕みたいなね、一リスナーからするとですね、ナナシインクはだいぶ自由にのびのびとできる事務所なんだろうなと思ってはいるんですが、やはりね、事務所所属というのはね、見えない部分でいろんな制約があるんだと思います。じゃあ実際に独立して具体的に何をやりたいのかということについてはですね、配信の中では詳しく言及はしていなかったのですが、絵を頑張りたいと以前言っていたっていう話を出したりですとか、リスナーからのコメントを見て、R18 もできるんだよなどとね、いろんなことができそうというワクワクしているような姿を見せてくれました。また配信の中で、メンバーや運営との仲も悪くなくてですね、関わりが消えることもないとおっしゃってました。今回独立のマイナスな要素としては、ナナシインク運営のサポーターがなくなるので、ランちゃん自身がですね、より頑張らないといけないなということだそうです。以上がね、ざっくり本人の配信で話していた内容となります。正確な情報はですね、日の熊蘭さんの YouTube のチャンネルの方に配信のアーカイブがございますので、ぜひともご覧ください。で、こっからはですね、僕が思ったことを言っていこうと思います。ネガティブな感想と、ポジティブな感想、両方言っていこうかなと思います。先にね、ちょっとネガティブな感想になるんですけど、やっぱ一番にはね、寂しいなって気持ちがね、来るんですよね。ナナシインクではコンビメトさんやスーバトルさんの前例もあってですね、またお知らせ配信の概要欄にはですね、人によっては嬉しいけど、人によっては悲しいというような文言もあったんで、引退ではないものの、移籍か独立かというようなね、予想がついてましたんで、ちょっと覚悟はできてたんですよ。とはいえね、やっぱり実際に発表されると、やっぱ寂しいなって気持ちがめちゃくちゃ強いですね。本人がね、やりたいことをやれるように環境を変えるということなので、日の熊蘭さんを応援するという意味ではもちろんハッピーなものなのですが、僕個人はですね、長い間ナナシインクを箱で推していた存在なので、ナナシインク所属でなくなってしまうのはやっぱ寂しいなという気持ちですね。初期からいるメンバーですからね、やっぱナナシインクを作り上げたメンバーの一人であることは間違いないので、その日の熊蘭さんがナナシインクを去ってしまうというのは、やっぱり大きな柱が抜けていったなという感覚になってしまうなと思います。いろんな試練を乗り越えてきたアニマーレはもちろんのこと、裏でもね、ナナシインクのメンバーとね、仲良く連絡を取り合っている様子はね、他のメンバーの配信とかでもね、伝わってきたので、仲間が嫌になって辞めるということではもちろんないと思うのですが、それでもね、やっぱナナシインクを辞めるということになると、事務所の企画や案件で呼ばれたりっていうことはなくなってしまいますし、多少なりともね、交流の頻度や交流のきっかけとなることが減ってしまうのかなというのは間違いないのかなと思います。そういった意味ではね、やっぱちょっと寂しいのかなと思いますね。ただね、 X を見ているとですね、周年は3人でやるぞみたいな感じでね、そういやいちかさんが言ってくれてたりするので、そういった言葉もね、信じて待とうかなと思ってます。また今回ね、独立するに至った理由として、運営側と関係が悪化していないながらも、ナナシインクがランちゃんの活動にメリットを提示しきれなかったのはあるのかもしれないなと、想像はしてしまいました。これは決してナナシインクが悪いというふうに言ってるわけではなくて、それこそランちゃんが言ったら音楽性の違いというやつですね。ナナシインクの最近の活動を見るにはですね、ゲームの大会ですとか音楽だったりですとかという部分ではめちゃくちゃ十分なサポートができているように感じるんですけども、ランちゃん自身が
やりたい活動自体にはあまり影響がなかったのかもしれませんね。なので事務所のマネジメントの恩恵を大きく受けられるような配信活動ではなくですね、かつ配信内容に制限がありつつマネジメントのね手間暇もかかっているという状況なので、自身の活動と事務所側のねリソースを考えたら、まあ独立した方がいいのかもなとなったのかもしれませんね。本当になんで、まあこればっかりはまさに配信冒頭でおっしゃってたような音楽性の違いという部分なのかもしれないなと思います。本人もね簡単に決めたわけではなく、まあ真剣に事務所に相談した上で決めたこととのことなので、僕らもね全力でこれから独立したランちゃんのことも応援しようと思います。また今回のランちゃんの独立で思ったのが、ナナシンクで今後まだ起こり得ることなのかもしれないなとは思いました。事務所に所属して配信をして、自分の配信スタイルですとか自分をしてくれるファンですとかっていうものをね確立させた上で、自分が事務所にいるメリットが少ないなと感じた場合、まあ、少なからず独立や移籍がタレントの選択肢に出てくると思います。でそういった場合、タレントから独立したいよって言われた場合にですね、タレントファーストと見受けられるナナシインクとしてはですね、 IP の買い取りさえしてくれば OK と言わざるを得ないのかもしれませんね。 VTuber 活動をやめますってなりますと、タレント自身もねファンも大いに悲しむことをねみんな知っているので、その選択肢をなるべく取らないとなると、そういった交渉が増えてきてもおかしくはないよねとは思います。そういう事態を避けるためにはナナシインクがよりいろんな方面でのサポートができるようになるといいのかなと思いました。やっぱりねその事務所へのロイヤリティだけではね人は必ずついてくるとは言い切れないので、しっかりとタレントにメリットを示せるようになるといいのかなと思います。これはね再三言うんですけど、ナナシインク運営がサボってるとかいうことではなくてですね、マネジメント領域にも得意不得意があるよねという意味ですね。これはねマルチタレントを抱える事務所としては直面する問題なんだろうなと思います。なんでナナシインクもねいろんなノウハウを積んでいって、今後いろんな活動を支援できるようにより成長していってくれればいいなと思う次第でございます。とここまで話したのが、ネガティブな感想です。ネガティブなことばっか考えてんじゃないかと思われるのもなんか違うので、ちゃんとポジティブな感想の方もお話しさせていただこうと思います。でポジティブな感想としましては、世間の中でナナシンクの印象が大きく変わってきたなと感じましたね。スオパトラさんの独立ですとか、小森メドさんの移籍の時の SNS での反応と比べると、ナナシインクに対して、懐のでかい事務所だなという認識する人がめちゃくちゃ増えたなと感じました。昔はねなんかそういうことがあるたびにナナシンク終わったなという人もいるのを見かけてたんですけども、今回はどちらかというと事務所を褒める内容の方が圧倒的に多くてですね、ナナシンクの事務所としての勢いや頑張りを評価するような声が大きくなってきたんじゃないかなと思います。実際ね音楽活動に関してはめっちゃ力を入れていて、オリジナル曲をたくさん出して、その結果外部のライブにも参加する機会がめっちゃ増えたりですとか、またねゲームの大会などでは外部の人々を巻き込んでですね、注目度の高いイベントをね開催できたりするなど、統合してからもね着実にねやろうとしたことの結果を出してきてるなというふうに思います。そういったね一歩一歩成果を重ねることによって、ネガティブなイメージからですねポジティブなイメージへと明らかに変わってきたなと思います。僕自身ねネガティブな感想ってのでさっき結構なかなか話してしまったものの、ぶっちゃけ寂しい気持ちはあれど、ナナシインクがダメだと思うとかもはや一つもなくてですね、素晴らしい事務所だと思ってるんですよ。なので今のこの勢いのままねさらに成長していってほしいなと思います。あとね事務所のことと言いますか、ランちゃんのことなんですけど、今回のお知らせ配信で思ったのが、ランちゃんめちゃくちゃ気遣いができるなと思いましたね。ちょっとやっぱバカチューバーみたいな感じの存在なんで、なんかちょっと何も考えてないみたいな感じに見えるかもしれないんですけども、お知らせ配信のね初めからね重苦しすぎる雰囲気にしすぎないようにめっちゃ力入れたりですとか、あとねめちゃくちゃ思ったのが、ナナシインクですとか他のメンバーに憶測でね迷惑をかけないようにっていうねことをめちゃくちゃ考えて、いろんなことを言わないようにしていた気がしました。あの仲間や事務所に迷惑をかけまいとするね大人の対応については、これはね独立していろんな人とやっていっても大丈夫だろうなと、逆に安心感覚えましたね。多分個人になるとですね、より自分自身でいろんな人と関わらなきゃいけない部分も多くなってくると思いますので、そういった場面でもこういった気遣いができるランちゃんであればうまくやっていけるんじゃないかなと感じました。この独立してからのねランちゃんの活動にも期待ができるようなお知らせ配信だったんじゃないかなと思います。以上がキノクマランさんの独立を受けての僕の感想でした。僕自身ね言うほどストグラというコンテンツを見ないので、最近ランちゃんがねどういう風に頑張っているのかっていうのをねあんまり細かく見れてはいなかったんですけども、今回の独立の決意を見てね頑張ってほしいなという気持ちはねより強くなりましたね。またねナナシンクの他のメンバーでもねストグラへ参加する意思を見せてる方々がおりますので、そういったところでねまたナナシンクメンバーとの交流が見れたら嬉しいなとちょっと思ってます。ストグラ面の交流だとね、別人としての交流だと思うんですけども、それでもねオタクとしては見れたら嬉しいなという
感じですね。何にせよ、まあ、これからもね頑張ってくださいという感じですね。とはいえね、10月28日まではね、ナナシインク所属なので、それまではね、ナナシインクのメンバーとして楽しく配信してくれると嬉しいなと思います。あとちょっと気になったのが、なんで10月28日っていう中途半端な時期なんですかね。これはね、何なんだろう、記念日から逆算してここぐらいまでには卒業しなきゃっていうランちゃん自身の意思なのか、もしくは普通に契約関係の問題なのか、それとも10月29日以降になんかナナシインク全体でなんか発表があったりするのかなとかちょっと思ったりとかね、なんかそこら辺もね気になるところではあったんですけども、どうなんですかね、これはもうどうなんですかねって話です。ただ以上、ヒノクマランさんの独立についてでした。ありがとうございました。